はい、こんにちは、カズボです。トネネコン大冒険3アドバンス、続きやっていきたいと思います。前回ですね、封印の洞窟かな。途中まで来て、プチッと族にこうやって助けてね。これで私たちは村へ帰れますが、あなたも一旦私たちと一緒に村へ戻って休みますか？まあ、はいにした方がいいんでしょうけど、ルーミトの巻物あるんで、先行ってね、実は取ったんですけど、ちょっと取れてなかったっていうね、まあ別の動画でも言ったんですけど。ただね、先ちょっと難しいんですよね。なんだけど、ちょっと行けるとこまで行こうかな。やられないようにね。8回だか7回、15回ぐらいで多分次なんだろうね。やべ、間違えた。いきなりボタン間違えたな。18？地獄っすよね、これ。レベルは上がるからいいかもしれないけどね。だからもうちょっと異次元なんで、2発ぐらいであれいけないで、やっぱ無理だよね。うわ、ここにもいるし。しかもダメージ力ある？ああ。これモンスターハウスだよな。やばいね。こっから先はちょっとこれの、この数値をさ、もうちょっと上げなくちゃいけないから、一旦戻ってね。まあ、こんな感じですわ。はい。いや、できることはないね。はい、ここは異世界、不意の洞窟から仲間が帰ってくるなんてびっくりだよ。人間にもすごいやつがいるんだね。そうだけど、どっかこれで発展してんじゃない？いつの世も己を貫こうとする者は苦しみを強いられる厳しいもんじゃって。やっぱポポロで行った方がいいのかなってのもあるけどね。ちょっと武器強くしてトルネコさんで行けるとこまで行ったりとかもしたいから、まあそうだよな。で、例のごとくフリーズしたら嫌なんで、ちょっとセーブしながら行きますけど、まあ大丈夫だと思いますけど。おまあ、いらっしゃいませ。おかげさまでまた村で暮らすことができますわ。よろしかったらこちらで、ね、お休みになりますか？ではどうぞごゆっくり。だから、鍛えなくちゃいけないクロッピーのやつ、人間の家で暮らしてるんだって？あいつの両親、ヘルジャスティスにやられちまったんだよ。だから、家族ができてよかったよな。そうなんだ。海底の家、海竜の灯台じゃないな。海竜の灯台か。鍛えられるの。プラスチだんだん上げていけばいいよ、ね。とりあえず。これで、まあ、売ったりしてね。まあその繰り返しかな。インパスの壺だったんだあれ。これでダンジョン入って出たり入ったりしてね、繰り返してちょっとプラッシュ上げますね。おお戻られたかね。おお戻られたか。やはりトルネコドンたちを信じた。わしの目は正しかったようじゃの。どのたちってことはやっぱポポロでもよかったんかな。お、トルネコの、洞窟へ旅立つ準備はできておるのか？はい。で、なんだけど、装備品ね、鍛えましたね。プラス23ぐらいまで上げた。賢者のホラーの入ってね。だからまあ、大丈夫だと思いますけど。至
識別しながら行けばいいんかなと思うんで、とりあえず7回うわ倒せないんだ、マジ。そうかレベル1からか、そう忘れてた。23でも一撃じゃないの、やばいね。インパスの壺とか起こってるからね。はい、ね、先ほど大変な目にあったね、あのスモールグールがいる回ですね、来ましたね。ということで、まあある程度アイテム拾ってきて前の状況とは違いますけどね、これでしのげなければ、まあ、どうしようもないんで。大技術とかのなんかぶっ壊せるみたいだけどね。続けてるの忘れましたよね、自分で。忘れてましたよ。いやー、3発かかんの？チタンのチェーンなんだろう？封印か。まあ拾っていった方がいいんでしょうけどね。ここでばったり敵と会うとまずい。うわっ、やべやっちた。いやー3発かかんな。とりあえず回復の指輪がないと無理。もし失ってしまったら何かしらするしかない。だったパンでもいいかな、これ。一応ワンプットは回復30しか回復しないのか。まあ大丈夫。あっ怖っ、後ろに敵いたらアウトだよね。プラス10だけどね、結構食らいますよね。一撃で倒せるのはちょっと嬉しい。さすがにあいつは2発かかったらね、後ろ壁を背にしないとまずきついね。まあレベル上げでいいかも。あ、でもいいね。ミスったら後ろ飛んでくれるのはちょっと嬉しいね。ダメだ、何か食べないと飢え死にしてしまいそうだ。シンクの盾売ってましたね、セーフ。あ、でも2発いける。オッケーオッケー。怖っ。道中であってさ、なんか出てきたらもう、やべ、間違えた。おい、外れんね。
セーブしとこうかな。4番に。バグってたら3番からスタートなんで。フリーズっていうのはなかなかなくなったんだけど、今度バグるっていうのがね、加わったからちょっとやだよ。あ、ザウラルか。読んどけばよかったな。まあいいや。階段の目の前読む。あれ、斜め押してんだけど。あ、2発かかんのか。こいつ一発だね。腐り切ったパン。あ、クロムシールド、これなんだっけ。やべやべ、パープいいね。いやー、強さ20、因数2か。装備すると防御力が上がるぞ。とても重いね。あー、そういうことか。じゃあちょっと壺行きだね。なんか来たな。すげえ、アイアン途中がプンプンするわ。アイアントはドラケ2にいましたね。右の部屋だけ攻めてみるか。あー、嫌ないな。やめよう。あ、そうだ、あれするの忘れた。なんだっけ、巻物。あ、一撃でいけんだ。ゴーストはそんなでもないな。ただ素早さが高いんで、後ろにいきなり来られたらちょっとやだなっていう。あ、マジか、火柱、マジ燃えちゃった。そっか、そんなのか。いいもんだったら嫌だよね。まあ普通に回復するようになってきたからいいか。ん？あ、ないのかな、もう。あいつ起きて追いかけてこねえだろうな。飽きた飽きた飽きた。金の剣、売ったらお金になりますね。あれ、階段がない。あ、毒消そういいね。毒食らうからね、お化けキノコはね。なんだあれ、あ、スモールグループ、よかった。え、もうそろそろいいんじゃねえか、あいつら。せーなー、そんな強えの。ですよね、そりゃそうだよね。腐り切ったパン、え、なかったっけ。パンあったよね。あと1個あった、よかった。次なくなったらもう出なくちゃいけないから、これはコレクション用に入れとくか。はい、誰だ。うわ、鈍足なった。誰、よかった、よし。え、まだ鈍足だよ。
くそ。よかった。広い部屋はね、敵に見つかりやすいからね。広いってことはそれだけ敵も入ってくるってことだから。爆睡の巻物。あ、よかった、周り何もいなかった。そんなんだ。リサとあたら毒消し飲んでる。ベージュ色。次の回、あーでもどうなんだろうぐらいなんじゃねえかな。あ、いいね、幸せだね。あー持って帰りたかったけどしょうがないか。あとゴムの杖か。ちょっと待って。あーマジか。うそー、模写スナイトいるし。えい、よかった。あ、思った通り。何かしら来るだろうな。あ、いねえし。火炎草。ゴムの杖ってなんだろう。おい、え、いない。え、どこ行ったの。キズッキ。分裂だったらちょっとやだけど。杖の光で罠が現れた。え、なんだこれ、罠。モロハか、モロハだ。まあトレネコ HP 半分だったよね。だたまたま杖の光で見えたってことだから、あーってことは、え、ってことだよね。2発か。貼り付け、これはいる。そっか、2本先から飛ばしていくんだ。忘れた。赤い草はどうだろう。変なとこにいるので模写スナイトいたよね。あいつちょっと怖いから。世界樹の葉とかだったら意味ないもんね、飲んだら。あいつは自撃か。ちゃうかな。うわ、当たりにくい。火炎草だったら当たる。おい、マジかよ。きつい。オッケー。あー怖っ。やっぱ模写スナイトはきついわ。でファンがないから、せめてもう一回ぐらいあのプチッと族を解放したいかな。怖い。これで終わりかな。次の回だな、多分。よっしゃ。そこまで進んで、今回終わりますね。いやさて、どうすっか。すなばし。あ、間違えた。砂柱使ってしょうがねえよ。封印だから食らうはずだもん。よし、
よ。だから攻撃が当たりやすくなるし、やべえな、通行もやってこないってことね。多分ここで終わりだと思うんだけど、まだあんの？あ、間違えた。これを取っていこう。シンクの草なんだ、草や種が効きやすくなった。なんだそれ。いやー、嫌ないる。あ、ついた。よっしゃ。はい、封印のバリアを解くボタンを押した。このままちょっと行ってみっか、次回も。おお、こりゃおったまげた。おい、ジョーの兄貴、どうやら村に帰れるようだぜ。うむ、どうやらそのようだな、タロスよ。タロスどこの先生か存じませんが、ありがとうございます。この奥にも閉じ込められた仲間はおりやすが、とりあえず、あしらと一緒に戻れますか？はい、ということで、今回これ終わりたいと思います。じゃあ次回ね、この選択儀からスタートするんでよろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。